はい、どうもです。今日は2023年4月16日に撮影しています。午後8時です。宇治市役所に来ています。はい、今日ここで受け付け選挙の受付があって、この受付が終われば私は正式に候補者になります。今日から1週間選挙が始まります。どんな1週間になるかすごい楽しみです。そして私が一番知名度がないんです。立候補の中で。ということは一番今日もない。わけですけど、それがこの1週間でどう変わるのか非常に楽しみです。嵐を起こしたいと思ってます。今日ちょうど天気は今晴れて快晴なんですけど、昼から曇って夜は雨になります。雷が鳴るんです。嵐が起きます。この選挙も嵐を起こしたいです。私が好きなのは、好きな言葉は嵐の中に船を出せ。嵐の中外に出ることを怖がらないでください。逆境を怖がらないでください。逆境を楽しんで跳ね返せるようになりたいです。自分たちの暮らしを作っていけるようになりたいです。誰かに任せてるのではなく、自分たちで作っていく大変さ、本当に大変です。抗っていかないといけないです。でも自分たちの欲しいもの、自分たちが暮らしたい暮らし方、実現させられるんです。それを伝えるためにこの1週間使います。皆さんにお会いできること本当に楽しみにしてます。ぜひたくさんの方にお会いしたいです。吉国光信に会いに来てください。この1週間、今日の今の顔と1週間後の7日目の夜の顔、ぜひ見比べてください。どうなってるのか本当に楽しみにしています。そんなわけでみんなで嵐の中に外に出ましょう。行動を起こしましょう。吉国光信に会いに来てください。今日の動画投稿は以上です。今から行ってきます。